はい。では、今日最後の、登壇者の方、お招きしたいと思います。鈴木真紀恵さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。シアトルからリモート参加させていただいています、鈴木真紀恵です。今日はランドスケープアーキテクチャーという、が、海外で専門分野として、どんなことをしているのかというのを事例を見ながらお話したいと思います。ランドスケープアーキテクチャは発見される分野とか職業とか言われるので、ランドスケープのポテンシャルを皆さんにちょっとでも発見していただけたらと思います。これは私の、お気に入りの瞬間なんですが、オフィスから見えるマジックアワーです。私は、こちらの大学で環境社会学アートを勉強した後、サンフランシスコの非営利団体でランドスケープに出会いました。その後、何社かを経て、大学院で勉強して何社かを経て、この GGN に入社しました。いろんな国でプロジェクトがあるんですが、自分の個人的なものや前の会社のものも含めて、現在12カ国ぐらいでプロジェクトをさせていただきました。でも、2、3年前に初めてこの日本で、後でちょっと見せるんですが、大阪のプロジェクトをやることになりました。ランドスケープアーキテクチャーというと、屋外空間のプロフェッショナルなので、どんなことをしているかといったときに、オープンスペースのデザインというものが、まあ、一番ピンとくるんじゃないのかなと思うんですが、これは、創立者の一人のキャサリンが、彼女のヨーロッパ姉妹オフィスでやっているエッフェル塔の、オープンスペースのデザインです。大きなビジョンから、小さい空間までデザインしています。で、大きいプロジェクトですと、これは前の会社でやった、ヨルダン川の視界のマスタープランになるんですが、4000ヘクタールぐらい。で、これは、まず、ここの、資源はランドスケープであるっていうところに立って、まずランドスケープを一番先に持ってきて、その上でどうやって開発していくか、経済を回していくかっていうのを、アーバンデザイナーや、経済分析の方、サステイナビリティコンサルタントと一緒に、やっていきました。面白いプロジェクトなので、ちょっと質問などがあれば、また後で聞いていただければと思います。さっきもいろんな方々と協力してやっていくと言っていたんですが、そういう専門分野の人たちが協力し合ってこそ、すごくいいプロジェクトができると思ってまして、で、これはワシントン DC の例なんですが、私たちが昔ここにあった、ロジスケール、ヒューマンスケールの、歩きやすい街っていうのを持ってくるっていうところで、建築と協力して、建物の配置などをしました。で、他にもスペースシンタクスさんっていう、空間の中の人間の行動分析などをしている人から、データをもらって、それを、デザインに還元したり、設備の方と協力して、すべて、空調などを隠した、質の高い外の空間を作り出したりとかしています。で、これは、シアトルは雨が多いので、雨水に対する法律が厳しいんですが、土木や設備の方と協力して、グリーンインフラと言われるような水の循環システムなどをデザインの中に取り込んで、デザインしていっています。で、まあ、環境、街、いろんなもののためにデザインするんですが、やはり最後は人にやっぱり使ってもらって愛してもらってなんぼというところがあるので、心地いい場所を作ったり、心地いいそのシーティングを作ったり、職人さんと協力して、やっていったりとかしてもしています。これはピート・ウドルフ氏という園芸の方と協力してやったシカゴのユリーガーデンなんですが、そういうところでも協力し合って、自分の専門を目いっぱい活かしてデザインしていっています。これに関して言ったら、運営の管理の方や、地元のボランティアの方とも今は協力して、植栽を変えていっているという感じです。で、この公園はシカゴの方たちにとって、シカゴのプライドと言われるように、すごく愛されているんですが、私たちがデザインするときに、いつもこの場所の本質は何なのか、本物の場所を作りたいっていうところで、いろんな、歴史やジオロジーやいろんなことを、リサーチしてから始めます。これさっき言った大阪の梅北プロジェクトなんですが、このプロジェクトでもやはりここにしかないもの、本物の場所をどうやって作れるんだろうっていうところから、いろいろなリサーチをしています。歴史や、
地元の方と話したり、文化、そういったところをどうやってデザインに取り入れていけるか。で、まあ、この人間も場所も変わらない本質っていうところと、変わったり成長していくっていう、点があると思うんですが、その変わらない本質っていう部分をどうやってデザインの中に取り入れていくかっていうのをいつも考えてやっています。で、まあ、サイトっていうのは、一つのものなんですが、やはりランドスケープアーキテクチャっていうのは線や面などでデザインをしていくので、どうやってそのサイトがつながっていくのかということや、この場合公共空間なので、様々な人たち、地元の人、訪ねてきた人、そういった方々に誰にでもいつでも居場所があるっていうところを狙ってデザインしています。で、これちょっと見方のコップの水半分論理の見方にちょっと似てるのかなと思うんですが、日本でよく言われたのが、まあ、ランドスケープ何もない場所と言われるんですが、コップあるとこ、ランドスケープないとこ、建築があるもの、ランドスケープないものっていうのではなくて、今見ていただいたようにランドスケープにもいっぱい歴史やものが詰まっていると思いますし、大きいスケールで見たときは建築もランドスケープの一部だと思っています。で、この日本でそういうふうにないところって言われたことが結構あったので、ただの道とか駐車場っていうふうに思われてる何もないところっていうものが、人の出会いや集う空間に変わったらもっと街が楽しくなるんじゃないかとか、さっきの私の夕焼けのビューですけど、自分はこの街に住んでるっていう瞬間、そういったものをやっぱり街のデザインでハイライトしていったら、もっと街に愛着が湧いて、その街に元気が出るんじゃないかとか、またはこれはパークレットといって、コロナ禍で急増しているんですが、道の駐車スペースを公共とか商業のスペースに、ちょっと変えて使っているもので、街のその何もないと思われてたところを自分の場所として使えるようになったら、やっぱり街にもっと元気が出るんじゃないのかなと、思っています。で、これ最後のスライドなんですが、この公園も昔は、高速道路で人の場所ではなかったんですが、今はボストンの市民にとても愛される場所になっていて、そういったような何もないと思われている日本の場所とかに、ランドスケープが入ることによって、もっといい街とか場所とか、暮らしができるんじゃないのかなと思って、で、これからちょっと日本でもっと仕事をしていきたいと思っているので、何かご意見やご提案があったら、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、素敵なお話ありがとうございました。すごく素敵な写真もたくさん見せていただいて、なんか朝から心が洗われるような気分になりました。はい、ちょっと最後のメッセージでもね、日本の仕事というかもう興味あるっていう話があったんですけども、はい、そこに限らずでも今どこでもこう勝手に仕事できるとしたら、どこかやりたいところって何かありますかってちょっとお聞きしたいなと思って、よいでしょうか。そうですね。いろんな場所に興味があるので、はい、その場所場所ですごくやっぱり違うので、そこが面白いとこかなと思ってまして、すごく、一回ずつ勉強やり直すので、いろいろ学びが多いので、でもやっぱり日本は、自分の故郷というところで、日本でどんどんこう公共空間とかが良くなるような、ことに携わっていけたらなと思います。なるほど。やっぱもうどこでも掘っていけば必ずこういろんな素敵なストーリーがあったりとか面白いトピックがあるっていうような感じなんですかね。そうですね。どこでもやっぱりその本質っていうか風土とか、その土地のストーリーとか魂が、もう本当に何も今の現状では見えなくても掘り出していったら絶対にあると思いますし、そこに新しい空間を作っていくこともできると思うんで。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。